どうも皆さんこんこにちはチャックマスです今私はちょっと読み方忘れちゃいましたけどもこちらはですね先日トランプタワーのハワイのホテルこちらがヒルトンホテルにリブランドしたということで本日はねこちらにやってまいりました2024年の2月の頭ぐらいからですねこちらね予約することができるようになってトランプホテルからですねヒルトンホテルにリブランドというふうに なりましたということで今回ねヒルトンダイヤモンドステータスね私持っておりますので、まあ、どういった感じで、ね、サービスを受けられるのか、えー、レビューねしていきたいと思います。ということでもうねチェックインできると思いますのでチェックインしていきたいと思います。このホテルはですねビーチはね直結ではないんですけどもこの先行けばビーチですね。でまたねこのホテルの左側ちょっと行くとですねピンクラインの JCB カードで乗れるねピンクラインの乗り場もね近くて非常にねビッチとしてはいい場所に ありますということで早速ですねチェックインしていきたいと思いますまあラウンジもないですし、えー、ここはアメリカなんでね朝食ではなくホテルクレジット対応になると思うんですけどもどんな感じで利用できるのか見ていきたいなと思いますということで行きましょうはいということで、えー、今回ですねトランプホテルからねヒルトンホテルに変わって LXR ちゃんとね看板も変わっておりますねということでチェックイン実家は上だと思いますんでチェックインねしていきたいと思います チェックインデスクは6階ですね。まあ、去年ね、こちら月額制宿泊サービスのハーフでね、去年泊まりに来ましたね。去年の2023年の6月のハワイ大戦の時に来ましたよね。まあ、その時とね、まあ、どんな感じで変わるんでしょうね。まあ、前回はハーフだったんでね、何にも特になかったですけどね。さあ果たしてアップグレード等々は受けられるのか、非常に楽しみですね。では行きましょう。それでは、 チェックインさせてていいいたた。ただきまました今回17 17ですす。ね。こちら行ってみたいと思いますはいということで入ってまいりました、まあ、前回同様ですねこのトランプホテルはね基本的に全部キッチンとかがついているような客室になっておりますですので電子レンジもありますしサラダとサラダボウルとかね、まあ、こういう食器類も全てね揃っておりますで流しもねこちらにありましてお前回 トランプホテルのボールボトルだったものがトランプホテルの名前が変わってこちら無料でもらえるのかなそうっぽいですねはいちょっとこれ後で確認したいと思います前回無料でもらいましたねであとこれはクッキーですかねクッキーがもらえますはいでケトルがあってコーヒーマシン等々もありますで冷蔵庫も下にあるのかなはい冷蔵庫があります今回ね息子の 誕生日をこのホテルで祝おうと思ってきたので、ケーキもねいただきました。ありがたいですね。で、よいしょ。トースターとかね、こういったものを一緒通りね揃っております。中見ていきましょうか。で、では客室です。どうでしょうか。いや広いですね。前回ねスイートだったんで、まあ前回スイートでね広くて当たり前なんですけども、これ普通の客室でね。 今回10万ポイントで宿泊させていただく一番下の部屋のカテゴリーでワンランクアップでオーシャンビューの部屋にね入れていただいたわけなんですけどもめちゃくちゃ広いこれはいいですねはいすごいこのソファーエリアとか、ね、すごいですよねここはいいなぁ今後ヒルトンホテルでこちら泊まる方かなり増えそうですねうんちょっと細かく見ていきたいなと思うんですけども まずこちらで、すすねはいいテレビが70インチぐらかかなかなり大きめで,すで引き出しがこんな感じであるとすごい珍しいタイプの引き出しですけどもあります。で、こちらに仕事がしやすそうなデスクがありますね。で、引き出しがあったりここにペンとかがあったりね、いたします。で、今回ね、えっと、オーシャンビューではなくてシティビューの方をね、えー 一番下のカテゴリーにはなるわけなんですけども、今回アップグレードということでオーシャンビューにしていただきました。よいしょ。いやーすげえこれはやばいっすね。いやあ、いいですね。これすごいないや。まさにハワイですね。いやあ、子連れじゃない方、こっちのホテルメインになりそうですね。うん、やはりヒルとハワイアンビレッジはね。いろいろプール等々もね。充実してるんで。 あちらがねあのメインにされる方多いかと思うんですけどもこちらもこれめちゃくちゃいいですねいやーハワイですねでこちらにちゃんとね外で楽しめるようにイストテーブルが用意されておりますよいしょそれではベッドですね今回クイーンベッドが2つという客室になっておりますでちょっと細かい部分はねあとで説明したいと思いますねでこちらに、えー AC が2つですかねあとなんかチャージングって書いてあるからワイヤレスチャージが地充電みたいに対応してるのかもしれないですね。ねあと Bluetooth のスピーカーになっててあのアクセサリーとかで置くようなものがついてます。これはプレゼントかな。今回ね息子の誕生日祝いということでこのホテル予約させていただいたんですけどもはいこちら可愛いですね。はいいただきました。はいでこちらのソファーエリアですよね。これすごいな。 なんかちょっとソファーがあるみたいな感じじゃなくてねかなり広めのソファーが、ね、ある感じですねですんでまあ部屋自体はねこっちから入ってきてまあここしかねないんですけどかなり広いですよねいやーこれはすごいですねでこちらにクローゼットですよいしょあ,あすごいバスローブも息子分のもちゃんと用意していただきました、えー、バスローブ2つのこのホテルは あれなんですねスイートじゃなくてもちゃんとスリッパを用意していただけるんですね。これはありがたいですね。はい、ヒルトンハワイアンビレッジとかないですからね。で、こちらに金庫があって、あとこれは何だろうな。シュークリーン的なやつですかね。あじゃあそうですね。ランドリーバッグですね、はい。で、反対側に何かあるかな。よいしょ。で、こちらにもランドリーバッグがあって、こちらには。 トトートバッグが置いてあるこれは何バッグなのかちょっと分かんないんですけどもありますで反対側のバスルームですねいややばめちゃくちゃ広いですねやっぱりいや前回宿泊した時にねあれがデフォルトなのかそうじゃないのか正直全然分かんなかったですけども前回ねスイートルームの時は確かシャワーブースね独立したと思うんですけどもまあそれでもねまあ独立って言っていいですよね隣にありますんでねこれは利用しやすいでまたね 洗面台も、ね、2つあってアメニティ等々もねちゃんとせっかなでこれはボディーローションとあとこういったね、まあ、歯ブラシはなさそうですけどもコットンとかね綿棒とかがありますあとヤスリとかもありますんでねはいでコップがあって下にバスタオルがねちゃんとセットされておりますでお手洗いでシャワーブースが固定式じゃなくて可動式のみですかねあ 可動式だけど、可動式を上にね。付けれるようになってますね。これはいいでバスタブです。バスタブもめちゃくちゃ広くていいですね。はいでアメニティもこちらにね。置いてあります。で、こちらね。非常に深いね。ほてあのバスタブなんですけども、あの水のね勢いめちゃくちゃいいんで速攻溜まるんでね。これ注意してくださいね。溢れないように確かこれ書いたんじゃないかな。 バスタブに応用を張る際は、えー、溢れないようにくれぐれもご注意くださいということでこんだけ広いとねあの時間かかりそうに見えるんですけども結構すぐたまりますんでね、はい、あの溢れさせないようにご注意くださいでも外側にね排水溝があるので、ね、これはいいですよね結構なくてびしゃびしゃになったりねああの外資系のホテルってあるんですけども、まあ、それもなくね利用することができますという感じですかね ということで今回ですねこちら LXR のねハワイのヒルトン泊まりに参りました今回ねこちら10万ポイントで宿泊させていただきましたこのね10万ポイントで宿泊することができてまたねヒルトンアメックスのウィークエンド無料宿泊特典とかでもこちらのホテルね利用することができるっていう風になりますんでいやねこのホテルいいですね 正直ですね前回ねハフで宿泊させていただいた時はまあスイートルームねもともと予約してましたんであの一般の客室がね分かんない部分があってどうなんだろうななんていうふうに思ってたんですけどもめちゃくちゃゃくいいですねもう広さがねもうあのこちら普通のねツークイーンベッドの部屋なんですけども普通に考えてねここハワイですかっていうぐらい広いですよね。 ででですすこれはねねめちゃくちゃゃくいいです、ね、今回10万ポイントで宿泊することができてまたねこちら予約するとねあのホテルからメールが来ましてあの選択肢をねあの聞いたらね用意していただけるということでまずこちらは2クイーンベッドっていう客室になりましてもう2つですね選択肢がありましてシングルが2つの部屋プラスソファーベッドもしくはワンキングベッドのソファーベッドだったかな。 まあちょっと詳しくはね出しておきますけれども一応このホテルねもともと4人で宿泊することができるんですよねですのでヒルトンの予約画面で4人のゲストで入れてもこの部屋自体はねあの利用することができるっていうふうになりますんでまあ皆さんねどういった感じで利用するかね人それぞれなんですけれども一応大人4人でもね宿泊することができるっていうふうになりますんであの4人家族でねお子様が中学生とか高校生とかね大きい方でも、まあ、一応ね利用すること自体はできるっていうふうになりますんでこれは いいですよね、まあでもねあの4人で利用しようとしたとしてもこの感じこの,あのこの部屋はねあのツークインベッドですけどもベッド4つはねさすがに用意できないみたいなので、まあ、シングルが2つでソファーベッドが1つみたいな感じになりますんでまあ,あのお子様2人で、えー、ソファーベッドで あのご夫婦みたいな、まあ、そんな感じになっちゃうのかな、はい、っていう感じになりますので、まあ、この点はね覚えておいていただきたいなと思います。でこちらも、ね、利用しやすすいですよねでまたねちょっと細かく教えていただいたんですけどもダイヤモンドメンバーだからといってちょっとね夢を壊す話をさせていただきたいちゃうんですけどもスイートの無料アップグレードっていうのは基本的に承ってないっていうふうになりますんで一番下のカテゴリーを予約してあの ポイントとか無料宿泊特典とか v 系の無料宿泊とかでね。まあ、そういったので予約したとしてもダイヤモンドのアップグレードでスイートに入れてもらえるっていうのは基本的にありえないみたいですね。もう一個上のね。カテゴリーに入れ、あの元々予約でね。だからまあ10万ポイントは12万ポイントでもう一個上の客室みたいなまあ、そういったところで。 予約入れていただくと無料でアップグレードでワンランクウェアあの案内できるみたいなんですけども、まあ、ボトルムからスイートっていうのはできないっていうふうになりますでこちらねあの提示を受けましてもし入れてほしいんだったら差額を払ってもらうみたいなまあ、こんな感じになるそうですねで差額は150ドルっていうふうになりますんでまあ、大体2万円ぐらいですかねプラスするとスイート入れてくれるっていうふうになりますんでこ、まあ、この2万円がねよしとするかどうかっていうのはご自身でね判断していただければなと思いますままあ、ま私はね前回ススイイーートトってすで見たい,っていう また概要欄にねあの前回トランプタワー時代だった時のスイートルームでね動画出しておきますのでそちらね是非チェックしてみていただければなと思いますまあ、スイートはスイートなんでねめちゃめちゃ広いですしあのテーブルとかもねあの食事できるようなテーブルとかもありますんで、まあ、あれあれあれでねめちゃめちゃ良かったわけなんですけれども、まあ、今回ねこちら10万ポイントもしくはウィークエンド無料宿泊特典でもね利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、こちらねあのウィークエンド無料宿泊特典に関してはまあ、今 現時点では利用することができて今後ちょっと変わってしまうかもしれないですけどね、まあ、今現時点では利用できますのでこれが利用できるっていうのはねめちゃくちゃいいですよねヒルトンアメックスの一般カードなんて年間費1万6500円で年間150万円決済すればこのホテルねあの無料ウィークエンド無料宿泊ね利用することができるっていうふうになりますのでこれは本当にめちゃくちゃいいですね。 はい、という感じですねでダイヤモンドステータスの特典としてはやはりねこちらアメリカのねヒルトンホテルっていうふうになりますんで朝食はね無料で利用することができませんその代わり50ドルのホテルクレジット今回ねあの家族って来てますんで大人2名で入れてますんで大人2名で入れた場合は2名分のねホテルクレジット1人25ドルがねもらえるっていう風になりますんで基本的にね部屋付けにしていただければレストランプールバーとかねルームサービスとかまあどこでもいいんですけどもあのルームチャージしていただければ50ドル差が引いて 請求いう風になりますあこういった感じですかねこの客室は一応ねワンランク上のアップグレードで先ほど言ったねオーシャンビューの客室にアップグレード、ね、していただいているっていうふうになります。っていう感じですかね他に特典は特にないですけども、まあ、ここにねインルームダイニングメニューとかもねありますので。 アメリカンブレックファーストであれば23ドルで利用することができますんで、まあ、2名分でね46ドルまあうちはちょっと家族がいるんでねこれだけじゃ足りないですけどもまあこういったのでね利用していただくのも、まあ、OK っていうところですかね。まあ、それ以外にも、ね、あのルーームサービスありますので、まあ プールでねお酒いただいてもいいと思いますしレストランとかでねあの食事で50ドル引きで利用してもいいと思いますんでここはお好みでね利用していただければなと思いますいやーどんな感じのね客室なのかなと思ってたんですけどもめちゃくちゃいいですねはいもう来た時点でねこの景色とこの客室の広さでね完全にあの今回来てよかったなっていうところですねはいということでちょっとねプールの方ねあの息子と楽しみながら今日のところはね過ごしたいなと 思いますそれではプールにやってまいりました今さっきまで息子さんがいたんですけどどっか行っちゃいましたねいやこのね真ん中が蛇口になっていてそれ以外は冷たいプールまあこちらねそんなに混み合わないですし非常にいいですでカフェとかもねあのバーとかもその奥にありますんでお酒とかジュースはもう頼みながら利用することができますホテルクレジットもここで利用することができますね いやー前もまあこちらね去年も来ましたけどとてもいいですね息子さんを発見楽しいですかはい楽しいそれでは夕食の時間になりましたので今回はロイヤルハワイアンセンターでテイクアウトしていきたいと思います食べていきたいところなんですが息子さんがテイクアウトへ帰りたいということなんでホテルでいただきたいと思いますそれではワイキキフーードホールに到着 こちらで夕飯買って帰りたいいと思います、yeah. <Yeah. S 1> こういった形になっておりまして今はファイブスターシュリンプとタマあとミニタリーボーイズが使えると思いますそれ以外はね使えなくなったと思いますんでこちらねご注意くださいそれでは明日の朝ごはんも含めて全部で110ドルぐらいですね、まあ、こちらも全部 D ポイントで支払うことができました 非常にお得ですねちょっとカメラの調子が悪くて手で押さえて撮影しておりますんで見づらかったらすいませんいやこれはこの後の予定やばそうですねちょっと DJI ポケット3がやばいですなんかガタガタ動いちゃって全然まっすぐ取れませんそれでは客室に戻ってきましたパイナップルのガーリックシュリンプとステーキプレートチキンステーキとポーターマー ジャパニーズボックスいただきたいと思いますそれでは本日は金曜日ということでヒルトンの花火もこんな綺麗に見えますいやめちゃくちゃいいですね 翌日の朝になりましたいやー朝のハワイも本当に素敵ですね飛行機が飛んでるのかなさっきからゴーっと音がちょっと入ってるかもしれませんけども気にしないでくださいこの客室はね一応オーシャンビューということですけども、まあ、この斜めの位置っていうのかな、はい、斜めっぽく、ね、なってるんで山のね方面も見れますしこちらのね海も見れるということで。 いやあのダイヤモンドヘッドとかは、ね、見ることはできないんですけどもヒルトンの花火とかもね綺麗に見ることができますんでこの向きも、ね、めちゃくちゃいいですね前回泊まったスイートルームは完全にリゾートビュー、まあ、シティビュー方面だったので多分ヒルトンの花火に、ね、上がっても見れなかったと思うんですけどもこちら側はめちゃくちゃいいですねということでうだうだしつつ朝食は昨日買ったポタマ等々が残っておりますんでそれで済ましちゃいたいと思います。 思います。はいということで時刻はね11時になりましたのでここねあのデフォルトのチェックアウト時刻は12時ということでそろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。エクスプレスチェックアウトもね対応しておりますのでちょっとね私はあの氷のねお水でちょっと濡らしちゃったんで現物見せられないんですけどもあのチェックインのねあのカード入れる紙にねあの入ってますんでそれにねあのルームナンバーとかね。 書いておけばこのねカードキーとエクスプレスチェックアウトの、ね、箱がチェックインディスクの前にありますんでまあそれストンと入れていただければデスク寄らずに帰ることができます。今回ねこの LXR ヒルトンのね新しい旧トランプホテルがですねヒルトン系列になったということで。 1> 1泊ね、10万ポイントで宿泊ねさせていただきましたけどもいや感想といたしましてはね本当にめちゃくちゃ良かったですねまたねステータス特点でゴールドダイヤ持ってる人は、えっと、朝食の代わりにねあの2人であれば、えー、1泊25ドル、えー、合計、えー、50ドルのねホテルクレジットももらえるっていうふうになりますんで、まあ、朝食がつかない部分はねちょっと残念ポイントなんですけども、まあ、これもねプールとかでねお,お酒ジュースとかね使うことができるっていうふうになりますんで、まあ、これはね非常にいいですよね はいでまたこの眺めもねいいですしここねアップグレードねこの今回ね景色まあもともと景色がえーとオーシャンビューではなくてリゾートビューだったかなあのシティビューの方のね がもともとなんですけども今回オーシャンビューにアップグレードしていただいたまあそれだけですねこんだけ景色が変わってでまたねこの客室もねめちゃくちゃ広いっていう風になりますしここはねあの冒頭にも言ってると思うんですけどもデフォルトで4人ね宿泊することができるホテルっていう風になりますんでまあこのハワイはね基本的に4人で泊まるホテルねまあ他にもあるんですけどもまあそれでもね あのこれだけ広さがあればですねシングルベッドを2つにして、えー、とソファーベッド1つにすればね、まあ、4人で大人でも行けるんじゃないかと思うんですけどもこれはねまたちょっと利用してみないとね分かんない部分がございますんで、まあ、次回はねそちらも利用してみたいところですよね。まあ、今回はクイーンベッド2台っていう客室をね利用させていただいたわけなんですけども本当にねめちゃくちゃ良かったですね。 なんか広いですよね。<laughs> ちょっとソファーエリアがやはりねめちゃくちゃ広い感じがしますよね。で導線がちょっとこう中入ってそこにキッチンがあって、えー、っとシャワーブースが近くにあってで奥に客室があるみたいな感じなんでちょっと導線が長い部分あるんでそれもねまた広くね見えるっていうところも、まあ、あるかななんていうふうに思うんですけどねやはりソファーエリアがね広いっていうだけでねかなり広く感じるのとやはりこのベッドからねこの机までのもね 結構ススペースがございますすのでで本当にに、ね、広く快適に、ね、利用することができましたまたねバルコニー、まあ、ラナイっていうんでしたっけ、はい、こちらも、ね、非常に良かったですしやはりねこのオーシャンビューっていうのはねいいですね朝起きてこの青い海が、ね、見えるっていうのもねまたテンションが上がりますしまたね金曜日に宿泊すればヒルトンのねあのヒルトンハワイアンビレッジで上がる方 花火もですね、ばっちり見ることができるっていう風になりますので、非常にね、おすすめです。ぜひね、あの機会があれば、まあ、金曜日に宿泊していただくのがね、まあ、一番いいのではないのかなっていうところですね。で、ステータス特典としては、この客室のアップグレードですね。あと、レートチェックはとです、ね、ちょっと私は今回利用しなかったので、まあ言えばね、あの1時間、2時間はレートできると思うんですけども、まあ、それぐらいですかね。で、ホテルクレジットに関しては、私はね、あの息子と一緒にプールサイドでね、あの軽く動画入れたと思いますけども、 ビーールとあとコーラとあコラかねまあころですかね、まあ、このホテルがねウィークエンド無料宿泊特典でもね利用することができるもちろんリゾート料金ねあのヒルトンホテルの場合はねかからないっていうふうになりますんで本当にねあのポイントウィークエンド無料宿泊特典であればね無料で利用することができる、まあ、追加料金なしでね利用することができるっていうふうになりますんでいや本当にめちゃくちゃ良かったですね。 ということで今回ですねヒルトンの新しいホテルですねレックスホテルリゾーツの カライワイキキビーチホテルですね。今回ね、1泊宿泊させていただきました。あ非常にね、大満足の滞在となりましたので、もしね、今後、ヒルトン系のね、ヒルトンアメクスとがね、持ってる方で、ハワイ行かれる予定のある方はですね、ちょっとね、ビーチは直結じゃないので、ビーチがメインの方はちょっと外れてしまうかもしれないんですけども、まあ、プールでもいいっていう方はですね、ぜひね、こちら、検討、ね、してみていただければなと思います。ビーチもね、歩いて5分ぐらいでは着くんですけども、直結ではないんでね、ちょっと帰るときね、大変だと思うんですけども、 まあそれぐらいですかね。ということで非常にね大満足の滞在でございました。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウント最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断マイル診断マイルクリカ診断ポイントサイト診断やっておりますのでぜひねこちら辺からチェックしていただけるととても嬉しいです。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。